これ6年目になるんですけど、なんかずんだフェスって大体毎回やらかす人がいるんですけど、大体その他大学なんですよ。他大学の人がやらかすんですよ。去年とかだったら酪農大の人がなんか
なんか男二人でなんかすっげえ寒い中すげえ泣きながら抱き合って行かないでくださいよって叫び続けるって言って、それで今年は誰がやらかすんかなって思ったら、結構今年は東北大の方々が、なんか一部の方々がすごいなんかすげえ規制を上げながら走ってる姿がたびたび目撃されて、あ、とうとう東北大が今年はやらかすときからやって、まあ、でも楽しいことはいいことですね、楽しいです。次ね、じゃあ僕たちはブルーグラスジャズという名前で、そのブルーグラス楽器でジャズをやってるってことなんですけど、次の曲はブルーグラスの曲をちょっとジャズっぽくアレンジした感じになってますというわけで、大丈夫ですか？リトルキャビンオンザヒル、基本的にこの3人なんですけど、ここの2人がとにかく喋らないんで基本的に僕が MC をすることになるんですけど、今日も何か MC しないとなって思って考えてたんですけど、そう、新大生はすごいアホなテントだと思うんですけど、毎回あの
15時間以上かけて18切符でわざわざ仙台までやってくるんですよ。で、そう、僕も京都から18切符で来たんですけど、あれなんですね、京都から来ると仙台までの終電が午前7時なんですよ。終電が午前7時でそう、なんかそれで、まあ一応午前7時までになんとか電車乗って、まあ、安心かと思ったら、結構まあさっきから話出たと思うんですけど、まあ、まさかの人身事故で、そう、午前11時ぐらいの段階で諦めるっていう諦めるにはあまりにも早すぎる時間に諦めてしまってたんですけど、まあとにかくでも電車ずっと乗ってて、ケツがとにかく痛い、もう本当ケツがとにかく痛くて、ずっと座りっぱなしなんで、なんか二足歩行で今歩く喜びがすごいですけど全然ずっと電車乗りっぱだったんで、まあそんな感じで、いつもよりちょっとゴタゴタした仙台への到着だったんですけど、次はそんな感じのメランコリーな曲を期待に胸が外れますな、これは嬉しい。Miss me.
メールをかけすあげしろあげしろありがとうございます。次の曲で最後なんですけど、次の曲は今まで歌物を多めでやってきたんですけど、次の曲は僕の大好きなチャーリー・パーカーというサックス奏者のコンファメーションという曲をやって終わりたいと思います。皆さんあと2番と、これこの後2番と盛り上がっていきましょう。あとお酒飲みましょう。では飲みましょう。オッケーです。
皆さん飲んでますか？